ただこのメンバー内ではちょっと辛口な話であったりするかもしれません。わっ、俺も見よう。モリモリ部屋 YouTube チャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さんに一つ報告といいますか、紹介したいことができました。モリモリ部屋チャンネルメンバーシップ登録始めます。このムービーの前半では、何そのメンバーシップ登録ってっていう話、後半の方では作った思いを話そうと思います。最近よくオンラインサロンって聞いたことありませんか？芸能人とかやってる方も多いんじゃないでしょうか。イメージはそれです。有料のものなんですけども、どんな特典があるか紹介します。ただもうこの時点で興味ないよっていう方も聞いていただきたいんですが、メンバーシップ登録しないからといって過去やこれからの動画であったりとかライブ配信もね、見れないということないですから、これまで通り見れます。あとはクリニック、全国出張レッスンのご依頼やパフォーマンスのご依頼は今まで通りどなたからでも受け付けます。皆さんご心配なく。恐縮な言い方ですけども、ファンコミュニティという形ですね。月々のプランがあります。3つ用意させていただきました。まず1つ目は、メンバーの方々だけが見れる専用の動画を配信します。月に2回動画を必ず配信します。例えば未公開のシーンであったり、現在のところ週に3回ぐらい配信してますけども、実は配信している何倍かな、3、4倍以上の撮ってる素材ってあるんですね。バスケット大好きな皆さんにとってより有益な動画となっていると思います。あとその動画につきましては必ずコメント返信します。今 YouTube の方だけではなくて SNS やメルマガの方からも事務局にいっぱいコメントが届きます。ただ返信はほとんどしていないのが現状なんですね。ここに登録していただいた皆さんには必ずコメント返信の方はします。特典2つ目、オンラインでそれも対面でマンツーマンで話ができます。もし顔を出したくない方であれば音声だけのやり取りで結構です。モリモリは顔出しますよ。特典の話にプラスアルファするならば、メンバー専用の動画ではコメント皆さん見ることができるので、そのメンバー内の皆さんで交流ができるっていうことですかね。もし他の YouTube チャンネルでメンバーシップ登録してる方はご存知だと思いますけども、特別なメンバーバッジがあったりとか専用の絵文字が使えたりっていうね、楽しさもあります。ちなみにプライバシーについてですけども、メンバー限定動画ではご自身のアカウント名だけは記載されますけども、その他の情報は誰も見れませんし、モリモリも知ることもできないので、ご安心ください。続いてこのメンバーシップ登録に対する思いの方を話したいと思います。最近モリモリ部屋チャンネルを知った方も多いと思いますけども、実はこのチャンネルですね、8年前からあったんですよ。幸いにもありがたいことに登録者数がいっぱい増えてきました。そして動画に対するコメントであったり感想の方も多くいただくようになりました。1日に1件以上はどなたかからメッセージをいただいてるんですね。大人のコーチ、保護者さんの方は悩みを持っていたりとか、言いたいことが言えないっていう方がいらっしゃるんだなってとてもね、思いました。個人的に事務局の方にメッセージを送っていただいてる方は、あ、オープンな場では話しにくいんだなっていうことを感じました。このメンバーシップ登録があることによって、モリモリ自身が近いなれることって多くあるんじゃないかなって思っております。幸いにも毎回動画見てますって言ってくださる方も増えました。そのようなコアなファンの皆さんとね、つながりたいなと思っております。あとはちょっとぶっちゃけ話になってしまうと思いますが、いつも配信している動画については教育的内容なので、子供たち、小中学生たち誰が見ても安心できる内容、言葉遣いでお送りしてました。ただこのメンバー内では大人の方が登録してくださると思いますので、ちょっと辛口な話であったりするかもしれません。以上のような思いもあり、ぜひモリモリと一緒の時間を共有できるということに価値を感じてほしいなと思います。あとは現在関東拠点に活動しておりますが、なかなか行けない地方の方たちとも交流できればお話ができればと思っております。ということで、紹介と思いの方を話させていただきました。今後ももちろんメンバーシップ登録ではない皆さんも大切な視聴者の皆さんですので、ぜひよろしくお願いします。動画投稿はライブ、皆さんに楽しんでいただけるように続けていこうと思います。入り方、参加の仕方については、メンバーになるというところをクリックしてですね、進めていってみてください。もし質問がある方はコメント欄や説明欄の問い合わせページ、こちらの方に記載いただけたらと思います。コメント返信であったり、対面オンラインで話せる内容としては、バスケットの話はもちろん、動画作りや YouTube の知識、あとは私が持っているギネス世界記録の話、この3つがですね、私の協力できる力になれる内容かなと思います。ごっつぁんです。1日に1件以上全国のどなたからか、どなたか、どなた方から
どなたかから、どなたか、どなたから、